オズマアクションが修理から帰ってきました。どうもこんにちは、テルです。本日はなんとあのオズマアクションが、修理から帰ってきたので、その話の内容をしていきたいなと思います。で、以前に私がですねオズマアクションを初めて、撮影した時に一発目で落としたと思います。もしかしたら、まだ知らない方とかご覧いただいてない方は、リンク貼ってあるので、その動画を見てからこの動画を見てもらえたらなと思います。まあ言ったら、私はアクションカメラっていうものを初めて買って、でウキウキ気分で、まあ海沿いの場所に撮影に行ったんですけども、その時に手ブレ補正を、まあロックステディですかね、テストしている時に、調子乗って走って、しかもその段差をジャンプした後、衝撃に上から落としてしまって、オズモクアクションのレンズとかフロントスクリーンが割れちゃったっていうアクシデントがあったわけなんですけども、あれからですね私はその割れた状態でも撮影はできてですね、一切支障はなかった状態だったんで、東京の旅行とかいろいろ撮影には使ってたんですけども、それから経ってですねすごく遅かったんですけども、つい最近に実は修理に出してました。で、修理に出してから実際多分これ戻ってきたのは1週間かからなかったぐらいで、帰ってきました。流れで言うと DJI さんに、まず修理の発送をして、それから向こうにもう翌日ぐらいには届いてから、私の方に直接メールが届いて、そこから今から見積もりをしますという感じで、もうその日の夕方、午前中ぐらいにメールが来たんですけど、夕方頃には料金が来ました。その時の料金がレンズとフロントスクリーンの修理ということで、あとは言ったら工賃代ですかね、作業料みたいな感じと、あとは送料含めて8400円っていう感じだったんですね。ちょっと思ったより高いなと思ったんですけども、そこで私はそのリフレッシュケアっていう、まあ保険みたいなものを入ってたんで、それを適用しますか、そうした場合は4400円ですよっていうことだったんで、もう今回はそのリフレッシュケアの保険を入って4400円を支払いました。まあそれを支払い方法としては、もう口座に振り込みということだったんで、そのまますぐに4400円を振り込んで3日から5日ぐらいで、だいたい修理ができるというふうに来てたんですけども、なんともう翌日にはもう修理ができましたと、というかもう翌日にはもう発送しましたというふうに、修理が終わって、それをもうすぐ発送しましたっていう感じで、もう入金した翌日にはもう治っちゃったっていう感じで、実質3日4日ぐらいで、もう帰ってきました。で、帰ってきたのが今日なんですけども、実際に、届いたものがもうちょっと開けちゃったんですけども、もうこんな感じでDJI さんのこの箱で届きました。もうちょっと開封はしてるんですけども、でそれからもう私はですねこの箱のまま送ったんですけども、私のリフレッシュケアっていうのをよく分かってなくてですね、でなんかリフレッシュケアっていうのは基本的には新品とか新品同様のものを交換してくれるということで、もうこれを綺麗にラッピングされてもう新品の状態で届きました。で別で説明書とこの電池を入れてたんですけども、これは別で梱包されて送られてきました。で実際に先ほどこのラッピングだけを開けて、開けてみるとですねこんな感じでもう新品のまま届きました。でその他のもの説明書とか電池とかは入ってなかったですね。だからこの単体だけ、入ったっていう感じです。でまあリフレッシュケアっていうのがなかった場合だったら、今回は8400円の修理費用ってことですね。このフロントのスクリーンと、あとはこのレンズですかね、このレンズ保護フィルターになるんですかね、ここ外せると思うんですけど、この2つの部分が修理してたっていう風に、確認してもらって、で、料金が送料とか含めると8400円だったと。でも私の場合はリフレッシュケアが入ったので、4400円っていうような感じでございました。なかなかこのオズマアクションを割って、実際に修理したそういった動画ってあんま YouTube にはないかなと思ったんで、そういうのを撮らせてもらいました。でようやくこれがですね画面も割れたっていうことなんで、私がずっとやりたかった水中の撮影をまたやりたいなと思います。で水中でも多分いくつかに分かれるかもしれないんですけども、今言ったら海とかに潜って、水中の映像を撮ったりとか、あとは水中用のそういったフィルターをつけるとさらにどんな風に綺麗に映像を撮れるのかとか、
あとはこのレンズを新しいのまた ND フィルターみたいなのを買って、その ND フィルターを使ってみて、どういった映像が撮れるのかとか、まあ、そういったことをですね、あといくつかこのオズマアクションでもこれから撮っていきたいなと思います。なので、まあとりあえず今回は修理からこのオズマアクションが帰ってきたよということで、そんな感じでご報告動画となりました。ぜひですね、今回の動画にグッドボタンの方をお願いいたします。またオズマアクションとか、その他に気になったようなことがあればぜひコメントもお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますという感じで、今回は以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。ではバイバーイ。